おはようございます。千葉県在住の橋本です。よろしくお願いいたします。昨日元旦、久しぶりにですね、家族で、妻の、実家といいますかね、まあもう両親は亡くなってはいるんですけども、そこに家族全員でお邪魔することができました。そしてその後もね、私たち家族全員でね、夕飯を一緒にし、そして、一日を有意義に過ごすことができました。本当にありがとうございます。で、私ね、今ずっと先進ということでも頭がいっぱいで、もう四六時中そのことで内観をしているわけなんですけれども、この56年間の間でこんなに穏やかな元旦を家族で迎えることができたのが本当に久しぶりです。特に私の先進をする上で絶対に欠かせなかったのが私の妻でございます。本当妻とはですね、結婚当初からずっと、喧嘩ばかりが絶えませんで、いつ本当に離婚してしまうのかなと、もうダメかなと、そんなような日がもういずっとありました。で、そのたんびに歯を食いしばって喧嘩したすぐ後から妻のことを思ってありがとう、ありがとう、感謝してます。ありがとうございます。また、妻にね、咎めてしまった。また、言い返してしまった。本当にごめんなさいって。一生懸命ね、その当時やってました。最初の頃は、もう気持ちなんか入りませんでした。こんなになってですね、ふざけんじゃないよって、こういう気持ちの中で、ありがとうございました。はい、許してください、ごめんなさいって最初の頃やってました。でも今は本当にね、心から喧嘩した後でもそういうことが言える、ああ悪いな、また怒っちゃったな、また生かしちゃったなみたいなね、そんな風に今変わっております。で、これから先進をね、本気で始めていく人は私体験済みですから、皆さんが本当にね、壁にぶち当たる、ちょっとしたハードルに足をつまずく、そんなような出来事が起きることはもうね、容易に想像がつきます。はい、でもそれが尊いんです、尊いんです。まあそういったことで、ぜひトライなさってください。そして概要欄に25日に私の、会ったことはないですけどもね、YouTube 上のメンターとして並木義和さんの動画をの、URL を一つ貼っておきます。25日の武道館で2万人集めて、こういうね、アセンションの話、スピリチュアルな話をされた。で、その終わった後の感想として、2、3分の動画をね、上げてるんですが、そこで統合ということで、とにかく嫌なことが起きたり、ね、嫌なことを感じたりしたら、すべてそれを、ね、統合してねって、もうそれしかないよってはっきり言ってましたから、その動画を貼っておきますんで、どうかよかったら見てください。そして、僕は先進、言い方はね、だからご法度の心を起こさないようにっていうことなんですけど、でも言わんとすることは全く同じです。一緒ですよ。統合しっていう言葉も、先進っていうのも、よく中身を、ね、精査していくとほとんど同じことですから、全ては感情のコントロールですから、これを抜きにしてアセンションはなしです。なし。もう今年からはもう絶対的に不平不満、泣き言文句、そういったことをもう一切ご卒業なさってください。
ね、どんな場面があろうとも、その場面はすべて自分が引き起こした。自分が原因で引き起こしたから、相手が怒っている、イライラしている、ね、咎めてくる、そんなような考え方で、ぜひ、捉えていただけたらなというふうに思います。で、よくね、神社とかでお参りに行きますと、お賽銭の前にね、境内を見て、奥を見る。そうすると必ず手を合わせる自分のちょうど正面に必ず鏡があります。鏡が。どこの神社に行っても必ずあります。いいですか？これは神社だけに限らず、神宮でもそうです。例えば、香取神宮、ね、それから鹿島神宮とかね、そういうところに行っても、その境内の奥を見ると必ず鏡がこっちを向いてる。あれは何かっていうと、ね、鏡。映し鏡、要は自分のことを自分で見なさいよって、すべては鏡ですよ。で、鏡の真ん中にあるが、それを取る、がを取る、そうすると神になる。鏡の真ん中のが、自我ですよ、自我。自我を取ると神になるんです。わかります？この自我を取るんです。この自我は感情そのものですからね。はい。で、これがこびりついてなかなか取れない。取れない。うん、これは私も実際に体験して徹底的に内観してきましたから、よーくわかります。はい。まあ、でも、アセンションは、ね、1にも2にも、すべてがこの内観。先進、並木さん的に言えば統合、手放す、ね、全てを受け入れる、はい、今年のキーポイントはこれです。これなくして5次元にはいけません、はい、もう絶対的な宇宙の法則だからです、ね、でもう、3次元的な石屋の、解体はもう霊の世界では勝負がついております。あとはその残像ね、駒、うん、将棋で言えば王もいない、飛車も角もいないんです、ね、その下のね、歩とかその辺の駒が最後の大暴れをしてるんです、はい、ただ何をしでかすかわからないから、ギリギリまで、一般の人に被害を葬らないようにホワイトチームは慎重に、水面下で、ね、国民が誰もわからないところで大掃除をしている、そういうふうに捉えてください。ですから発表が来ない、ね、正式に何も来ないというのはその大掃除が遅れている、ただそれだけなんです。ただそれだけ。もう全体的な勝負はもう石屋は負けたんです。負けたね、ある意味善が勝った、そういうことです、ね、そこだけしっかりと腑に落としてください。ただベーシックインカムが、ね、なかなか来ない、うん、これは本当にじれったい話ですし、経済もこれからどんどん衰退していくし、ね、いろんな、まあ、要はお金は減っていく、ね、だけど保証がこうなるのか、これがまだ来てない。だからこのなんていうのか、辛い時期っていうのがあるんだけど、まあ、これも仕方ないんだよね。宇宙、神の領域から見るとこういうことでもしないと、ね、皆さんの魂に、ね、火がつかないんですよ。うん、わかります？もうこのままね、のほほんとね、行っちゃうの、みんな。そうするとね、目覚めどころか覚醒どころか、ね、どんどん三次元の自我エゴね、みんなね、汚れまくっていっちゃう。それをもういい加減、ね、創造主はこれじゃダメだっていうことで、ね、最後の、ね、人類史上を経験したことない大仕掛けをしてくださってるんです。その時に、ね、不平不満を言っちゃいけない、ね、そういう今お試しですから、ね、これは僕が言ってんじゃないんで、神様が言ってんだよ、神様が。それをただ僕、ね、
神様が言ったことをキャッチして代弁してるだけだから、ただそれだけだからね。まあそういうつもりで、今日からまた皆さん、心の精進、魂の精進、そして心の垢を取るね、心の魂の断捨離をぜひなさってくださいね。どうかどうかよろしくお願いいたします。ありがとうございました。